こんにちは。今回は比較的軽い素材のリサイクルポリエステル毛糸を使って大きめのネットバッグを編んでいきます。その大きさはだいたいよくある紙袋の底よりも一回り大きいくらいの底で作っていきます。底が大きめになる分、使うときに底がこう垂れてしまうんですが、そうならないように市販の底板を使ってフラットな状態で使えるようにしたいと思います。で、これはセリアさんで売っていた黒の底板。大きさは 42-21 で厚み 1mm。で、こっちはダイソーさんのもので半透明になっています。で、今回はこの紫の糸で編むので、黒い方を使ってみようかなと思います。で、使う糸はダイソーさんのリサイクルポリエステル毛糸。紫で手洗いができてポリエステル 100%。使用かぎ針の目安が1個も。こっちはミルキーホワイト。で、この紫は紫で2本引き揃えて使います。こっちも白は白で2本引き揃えて使いたいと思います。で、あとはこの底板を切るのでしっかりしたハサミ。で、かぎ針は8号。で、とじ針とマーカー。まず底を作ります。この長方形のネット編みを2枚用意して、で、間に底板を入れて底を作りたいと思います。作り目を45。最初の鎖編みはゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら長編みをするので鎖をあと3つ。3。で、3つ戻って4つ目に長編み。今回は裏返して、この糸が盛り上がっている裏山に針を入れて長編みをします。長編みなので針に糸を絡めて、で、1、2、3、4つ目。引き出して2本ずつ引き抜いて長編みが1本。で、次は鎖を2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み。1、2、3。で、隣にも長編み。今回のネット編みでは長編みは2本連続で編んでいきます。これで四角が一つ。次も鎖2つ。足元2つ飛ばして3つ目。この四角を端まで編んでいきます。鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み。で、長編みは2本連続。で、また鎖2つと足元2つ飛ばして3つ目に長編み。で、これで端まで続けます。端まで編んだら次は2段目。鎖を3つ。裏返して、隣の長編みの上に長編み。で、2段目以降はこの四角を揃えていきます。四角の上には四角。長編みの上には長編み。鎖2つ。長編みの上に長編み。で、鎖2つ。長編みの上に長編み。
で、これで端まで編んでいきます。鎖2つ。2段目の端まで来たら、最後の長編みは、下の鎖の下から3つ目。ここの2本の糸の下に長編み。で、次は3段目。鎖を3つ。で、裏返して、さっきと同じように長編みの上に長編み。で、また四角の上に四角を作ります。で、長編みは2本。これを繰り返して端まで編んで、端まで編んだら、さっきと同じように、下の鎖の下から3つ目に長編みをします。で、次はまた鎖3つで立ち上がって、これを往復して全部で7段。四角を7段編んでいきます。四角を7段編んだものを2枚用意して、で、1つは最後に鎖1つ編むようにして、キュッと。締めて糸始末したもので、もう一枚は糸がつながったまま、でここからこの2枚を揃えて、で細編みでポケット状に編んでいきます。まずつながっている方の鎖1つ、で鎖の根元の長編みのこの上半分と下半分に分かれていて、この上半分に針を入れて、で、反対側も同じように、長編みの上半分、で、糸を引き出して、2本を一度に引き抜いて、これで最初の細編み。で、同じ目にもう一回同じことをします。同じところ、反対側も同じところ、で、引き抜いて細編み。これで1つの目に細編みが2つ。で、次は長編みの下半分。で、次からは長編み1本に細編みを2つずつ入れていきます。で、この鎖は長編み1本の代わりなので、この鎖3つにも細編みを2つ。で、ここにちょうど糸があって2箇所に分かれているので、ここら辺に1個。反対側も鎖の上の方で、もう1個、1つの長編み分に細編みを2つ、次も長編み1本に細編み2つ、上半分に1つ、下半分に1つ、こんな感じで角まで編んでいきます。鎖の上。鎖の下の方。長編みの上の方。下の方。一番端の長編みにも上半分に細編みを1つ。で、下半分に1つ。で、この糸端の出ている角、一番角にも細編みを1つ。
細編みを一つで、ここからとこの長い辺を編んでいきます。まずこの長編みの下、この目、端から2本目の長編みの下、2本の糸をすくうようにして、で、この糸端を編みくるんでいきます。で、この四角には細編みを2つ、鎖の下に針を入れて、次は長編みの下、反対側も隣の長編みの下、で、また四角に細編み2つ、で、長編みの下、長い辺を編んできて、角でも長編みの下に細編み、で、端ではこの鎖の上から3つ目、2本の糸をすくうようにして、反対側も1、2、3、で、糸を出してきて、で、細編み、で、次は短い辺、今の鎖の下半分に細編みを一つ、で、鎖の上半分、こっちも で、この長編みにも下半分と上半分に細編み、さっきと同じように長編み1本に細編み2個で角まで編んでいきます。一番上の鎖にも、細編みをまず2つ、で、これでポケット状に細編みができたので、次は底板を合わせて切っていきます。大体の長さでカットしてからちょっと入れてみてフィットさせたいと思います。編み地をピンと合った状態にしたいので、大きめに底板を切っていきます。調整しながら長さ29センチの 9.5 センチにしました。角は丸めてあります。これを入れて、で、最後に長い辺を細編みで編んでいきます。で、ここは細編みが終わっているので、次はこの端から2本目の長編み、長編みの上に針を入れて、反対側も同じように長編みの上で、糸を引き出して引き出して細編み、で、次はこの四角、鎖の下に針を入れて、反対側も同じように細編み、で、四角には細編み2つ、で、長編みの上にも細編み、
もう一つの長編みの上にも長細編み。で、また四角。で、これでスタート地点まで戻ります。ここまで。長い辺を編んできて、スタート地点まで戻ってきたら、最初の細編みに引き抜きます。これで底が出来上がりました。で、次は側面で、側面の一周目はぐるっと細編みをしていきます。まず鎖を一つ、足元に細編み。で、一つ目にマーカーをつけておいて、ここから一つの目に一つの細編みで一周します。角でも増減なしで続けます。細編みで一周したら、最初の細編みに引き抜きます。で、次も細編みをしていきます。鎖を一つ、根元に細編み。で、マーカーをつけて、さっきと同じように一つの目に一つの細編みを続けます。で、ぐるっと編んでいきます。この細編みを何段か続けて編んでいきたいと思います。細編みを3周編んできました。最初の細編みに引き抜いて、これで3周目が終わりました。次は4周目。で、4周目以降は、底と同じように、鎖2つの四角と長編み2本。まず、鎖を3つ。で、マーカー。で、鎖の根元に長編みを1本。鎖の根元。と、目数を合わせるために、途中で2箇所目数を調整します。で、長編みの後に鎖を2つ。で、足元2つ飛ばして3つ目に長編み。1、2、3。隣に長編み。長編みは2回連続。で、また鎖2つ。で、足元1、2、3。で、また鎖2つ、長編み2本。で、と目数を合わせるために今ここで1つ目を減らしていて、あともう1箇所は今減らしたところの対角線上、ここら辺で一目減らそうかなと思います。途中で足元を2つ飛ばすところを1つ飛ばして、で、ここで減らし目をして、ぐるっと編んできたら、長編みの後に鎖2つ、で、最初の鎖に引き抜きます。最初の鎖3つの1、2、3。これで、4周目が終わりました。次は5周目。5周目は長編みではなくて細編みで一周します。鎖1つ、根元に細編み。隣の長編みの上にも細編み。で、この鎖の中に細編みを2つ、鎖の下に針を入れて、細編み、もう一つ、
で次は長編みの上に細編み。でまた四角に細編み2つ。でまた長編みの上に細編み。でこれで1周します。細編みで1周してきたら最初の細編みに引き抜きます。でこれで5周目が終わり。次は6周目。6周目はまた長編みのところを編んでいきます。鎖を3つ、で根元の隣、最初の鎖の3つ目にマーカーをつけておいて、でここと同じように鎖2つで長編み。でまた鎖2つ長編み。これで1周して最後に引き抜いたら鎖1つで立ち上がってまた細編みをします。この長編みと細編みを交互に繰り返してしばらく編んでいきます。でしばらく編んで最後は細編みでストップします。四角を8段まで編んできました。で長さで言うとだいたい18センチで、この状態ではちょっと浅いんですが、使っている状態はもっと伸びるので、この長さで白に変えてみて、で様子を見ようかなと思います。この紫の最後を最初の細編みに引き抜いて、で鎖一つを編むように、これを引き締めて、で糸を変えます。新しい糸を持ってきて、でここから編みくるんでいきたいので、ちょっと離れたところから始めようかなと思います。10個ぐらい離して、で新しい糸を後ろに添えて引き出して、鎖を1つ、根元に細編みで、マーカー。隣にも細編み。ここからこの糸端を編みくるんでいきます。で、一つの目に一つの細編みを続けます。で、一周します。白い糸で一周してきたら、最初の細編みに引き抜きます。で、次は2周目。鎖を1つ、根元に細編み。で次も細編み。この2周目ではずっと細編みを続けて、で鎖でハンドルを作ります。で反対側も同じように鎖でハンドルを作ります。でマーカーをつける位置は編み地が斜めになっているので、模様ではなくて、この底の短い辺の真ん中ら辺、この延長線上が横なので、そこを決めて、で長さは好みなんですが、今回私は端から18の間が23ぐらいでやってみようかなと思います。細編みをこのマーカーの手前まで編んでいきます。
マーカーの手前まで編んできたら鎖編みをしていきます。で、鎖の長さも好みなんですが、今回私は34目で編んでいこうと思います。で、このマーカーが必要なくなるので外して、この1つ目の鎖の裏山、ここにマーカーを移します。1つ目の鎖の裏で鎖を続けます。鎖編みが終わったらマーカーの隣の目に細編みをして、でくっつけます。で、よじれていないか確かめて、で細編み、で、このマーカーが必要なくなるので最後の鎖の後ろ、ここにマーカーをつけておきます。よし。で、ここから反対側のマーカーのところまで同じように細編みをして、で、また鎖を編んで、スタート地点まで戻ります。で、白の2周目が終わったら、また最初の細編みに引き抜いて、次は白の3周目。3周目は鎖の上に細編みをしていきます。とりあえずこの今編んだ鎖の根元まで細編みを続けます。鎖の根元の一つ手前まで編んできました。で、ここでは今針にかかっている糸と、あと鎖の根元の細編み、ここから糸を引き出して、あとこの一つ目の鎖からも糸を引き出して、3本を一度に引き抜きます。まずこの鎖の出ている細編み、ここの細編みの真ん中に針を入れて糸を引き出して、で、次は鎖の裏山、マーカーをつけたところ、ここに針を入れて糸を引き出して、3本を一度に引き抜きます。これで目数が減って、こうハンドルの形が斜めになりました。で、ここからはこの裏山を拾って一目に一つの細編みをしていきます。で、これで反対側の根元まで細編みを続けます。反対側の付け根まで来たら、マーカーのついている鎖にも細編み、で、この糸と、あと鎖の出ている細編みと、あとこの細編み、端から2つ目、こことこことここから糸を引き出します。で、一度に引き抜いて、で、次からは一つの目に一つの細編みをします。で、反対側も同じように編んでいきます。鎖編みの上を細編みして最初のところまで戻ってきたら、ここで最初の細編みに引き抜かないで糸を15から20センチ残して針で糸始末をします。
最後の細編みから糸を抜いて、でこのマーカーのついている一つ目のその隣、端から二つ目の細編みに手前から向こうに針を入れて、でマーカーを外して最後の細編みに上から針を通します。で今渡した糸が最後の一目のようになるので大きさを揃えて、で裏で固定して隠していきます。で糸の向きはちょっと反対向きにしたりしてしっかりと留めていきます。次はこの内側を細編みして終わりです。この本体の縁から始めたいと思います。この角から6目新しい糸を持ってきて後ろに添えて糸を引き出して鎖を一つで根元に細編み、で隣にも細編みをしてこの糸端は編みくるんでいきます。でこのまま細編みをしてこの角で減らし目をするのでとりあえずここまで細編みを続けます。角まで来たら2段目の端の細編みと3段目の端の細編みから糸を引き出してで一度に引き抜きます。2段目の端でここの端なるべく目立たないように拾ってでこれを一度に引き抜いて減らし目、で次からはこのハンドルの内側の一つの目に一つの細編みを続けていきます。反対側のこの角のところまで、一番端目のここが一つの目に一つの細編みをしていきます。内側を細編みしてきてで反対側の付け根ではこの2段目の細編みの端とあとこの縁の細編み、こことここを一度に引き抜こうと思います。大体でやっても大丈夫です。で次からは普通に一つの目に一つの細編み、でスタート地点まで戻ってきたらさっきと同じように針で糸始末をします。細編みから糸を引いて、反対側のハンドルの内側も細編みしてで出来上がります。この底板を使ったので安定して持ちやすい感じになりました。で色もおしゃれな感じに合わせられたと思います。でこのレッド編みの長編みと長編みの間に細編みを入れているので
すっきりした感じのネット編みになったと思います。あとこの下の細編み3段が意外と効いて全体的にしっかりした感じになったと思います。で、大きさも使いやすい感じなのでよかったら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。